エルメンテータ湖は、ケニア、リフトバレー州ナクル県にある、京アルカリエン湖である。別スペルで、エレメンタイタ湖とも呼ばれる。グレートリフトバレーの東リフトバレーにあり、首都ナイロビから約 100km 北西にあたる。エルメンテータは、マサイ語で、誇りの場所を意味するムテータに由来し、特に1月と3月のこの地域の乾燥して、誇りっぽい特質からの呼び名である。 ギルギルの町が湖の近くにある。湖一帯は世界遺産第一交代にあるケニアの故障群の一部となっている。ナイロビナクル高速道路からのエルメンテータ湖東、リフトバレーに南北に連なる湖の中で、エルメンテータはナイバシャ湖とナクル湖の間に位置する。湖の周囲には、北にメネンガイクレーター、南にオルドイニョエブルル、西に、 マウエスカープメントの断崖、東に、キナンゴップ平原とアバーディア飛散帯がある。590平方キロメートルの広さの、収水域しかなく、この地域は、降雨量も少ない。流出河川はない。湖の南にある、エルメンテータバッドランドは、壮観な風景の頂上群を含む茂みに覆われた、溶岩流である。 ナイロビナクル間の高速道路が近くの断崖に沿って通っており、ドライバーは湖の壮観な景色を見ることができる。湖の南端にはケコペーネス水泉があり、そこでティラピアグラハミーティラピアグラハミーが繁殖する。湖に良くすることはとても一般的で、地元のマサイ族はそれでエイズが治ると主張している。近くのヨシワラはゴイサギなどの餌場となっている。 エルメンテータ湖地域に最初の白人が移住してきたのはデラメア卿が湖の西側に190平方キロメートルの牧場、ソイサン部を設立した時である。デラメアは湖に最も近い土地を彼の義理の弟、ガルブレイスローリー・エジャートン・コールに送った。彼のケコペー牧場は今日ではレーク・エレメンテータロッジとして保存されていて彼の墓がある。 近くのソイ山部の土地は今でもデラメア教の子孫によって占められていて、その中には殺人事件の容疑者であるトーマス・ PG ・チョルモンデリーもいる。彼はソイ山部保護区を設定する手助けをしている。この保護区は小岩線の2、3をカバーし1万2000以上の野生動物の生息地である。エルメンテータコは2005年9月から ラムサール条約登録地である。400種以上の鳥類が、ナクルコ、エルメンテータコボンチで記録されている。エルメンテータには、オーフラミンゴとコフラミンゴが訪れ、それぞれこの甲殻類及び、昆虫の幼虫と卵巣類を食べる。1962年に、マガディコからティラピアが導入され、それ以来フラミンゴの個体数はかなり減少している。ティラピアは、 多くの魚食性鳥類を引き寄せ、それらは、フラミンゴの卵とヒナをも食べる。以前、エルメンテータで繁殖していた100万羽以上の鳥類が、今では、タンザニアのナトロンコへと避難していると言われている。小岩の草はシマウマ、ガゼル、エランド及び、イボイノシシの家族によって食べられている。湖は普段は、非常に浅く寒気の間は、トロナで覆われた干潟によって縁取られる。 高新予後期と、関新予前期の間、エルメンテータ湖は、今より拡大していた、ナクル湖と一体となり、はるかに大きな希釈湖を形成していた。かつての繋がった湖の残存は、かつての湖岸を含む、湖盆地の周りの様々な場所に堆積物として、保存されている。エルメンテータ湖の東岸から約 2km の地点には、東アフリカで最初に発見された。 カブ旧石器時代の遺跡の一つであるカリアンドゥシがある。カリアンドゥシは1928年にルイス・リーキーによって発見された遺跡で多数の個体の骨格、アシュール型のハンドアクスとクリーバーを含む石器が見つかっている。この遺跡は KAR 年代測定法により70から100万年前のものであることが知られている。現在、カリアンドゥ氏には 小さな博物館がある。ルイス・リーキーは1927年からエルメンテータ地域を調査していて、彼を湖の近くのギャンブル、エスケーブと呼ばれる遺跡に招いたのが、カズトメの妻となるヘンリエッタ・ウィルフリーダー・バーンである。ありがとうございます。